ブライアン・オースティング・リーンはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス市、バン、ナイズ地区出身。身長183センチメートル。子役出身であり、世界的人気テレビシリーズのビバリー・ヒルズ高校、青春白書のデビッド・シルバー役で一役ブレイク。日本でもこの作品で知名度が上がった。俳優として有名になったが、もともとは、 ミュージシャン志望だったという。一時期は、ビバヒルの共演者でもあった、ティファニー・アンバー・ティッセンと付き合っていた時期があったものの、半年くらいで別れ、その後は普通に友達の中だという。またかつての共演者、バネッサ・マーシルとの間に、子供がいるが、6年間の事実婚で結婚せずに、解消をした。その後、2012年にマーシルを金銭トラブルで訴えている。 2006年には女優のミーガン・フォックスとの熱愛が発覚し、2010年にハワイで結婚式を挙げた。二人の間には2012年9月に息子が生まれた。2013年にはフォックスが第二子を妊娠したことが分かった。名前のグリーンからか、右胸には緑のタトゥーがある。2010年には第36回トヨタグランプリオブロングビーチの チャリティレースに参戦し、セレブリティ部門で優勝した。ありがとうございます。